サッカースタジアムの着工から、今日で丸1年です。開業を1年後に控えた節目の日に、建設現場が公開されました。こちら、新サッカースタジアムの建設現場です。現在、最上階のフロアまで工事が進められており、屋根の一部も作られているということです。サッカースタジアムの建設が進むのは、 広島市中区の中央公園広場です。去年2月に着工し、節目の1年となる今日、工事の進捗が報告されました。およそ3万人の観客を収容できる7階建てのスタンドは、骨組みが最上階まで進み、スタジアムの5割ほどが完成しているということです。観客席がですね、本当にピッチに近いです。臨場感のあるプレーがですね、ここで展開される。 早く早くあの皆さんにお届けしたいなって、そんな気持ちになります。早ければ4月には屋根を載せる作業が行われます。新たな賑わいの拠点としても期待が高まる。新サッカースタジアムは来年2月1日の開業予定です。